バシーリー・アレクセイエビチ・ユルチェンコは、ロシアの政治家。2010年から、ノボシビルスク州知事。1982年ノボシビルスク、水運技術大学を卒業する。電気駆動、工場のオートメーション技術部門を専門とする技術者として教育を受けた。1982年から、電気技術者として働き始め、2004年1月まで、 ノボシビルスク工業企業合同体、シベルマシを設立して支配人まで務めた。2000年ロシア連邦政府、付属国民経済アカデミーを修了し、科学技術の学位を取得する。2004年のボシビルスク州産業企業管理局長に任命される。2005年から同州第一副知事に就任。2010年10月に実施された、 ノボシビルスク州議会選挙では統一ロシアの比例代表名簿第1位に掲載された。2010年9月9日大統領令により、ノボシビルスク州知事に昇格、9月22日から正式に職務に就いた。ノーボスチロシア通信社解設経済メドベジェフ、シベリア連邦管区の自身の全県代表を、クバシニンから、ノボシビルスク州知事のトロコンスキーに交代。 ノーボスチロシア通信社ホームページ2011年7月2日閲覧ありがとうございます。